はい、どうもケツデンコです。じゃあね、久しぶりですけどね、これね、第二次電工理士のね、技能試験問題ね、候補問題ナンバー10やっていきましょう。10一番簡単やからね、10ね、パッパパッとやっちゃいましょう。パッパパッとね、まず、施工省略の電源同時点滅するパイロットランプ、もうスイッチだけやな、これね、スイッチだけ。ややこしいこと全然ないから、これもうちょっとこっちやな、こんなもんか、こんなもんやな。よし、はい、施工省略の電源、電源からジョイントボックス行って、パイロットランプと、スイッチがあって、その下にコンセント、でスイッチが、これがいいでしょう。でパイロットランプもいいでしょう。で、引っ掛けシーリングが、これが、いいで、ランプレもいいってね。めっちゃ簡単。めっちゃ簡単。つないでいきますよ。そしたらね、まずね、設置側をね、負荷とコンセントなので、パイロットランプもね、負荷ですから、コンセントとパイロットランプ。これで白い毛だな。で、設置が、あ、これごめんなさいね、ここね、施工省略で電源だけど、ここにね、ブレーカーがあるわ。ブレーカーね。ブレーカーです。はい。で、こっから、ちょっと待って。これ、設置側は、スイッチとコンセントなので、スイッチとコンセントなので、スイッチと、コンセント。はい。で、器具とスイッチをつなぐんですけども、ここにパイロットランプと同時点滅なので、これとここがひっついて、上がってきて、ランプレと、引っ掛けシーリングに行きます。はい、もうこれでね、接続終了までね、ここが VVF のね、2.024 で、線の色パパッと決めちゃいましょうか。もう決まってますけどね、ここダブルでダブルでダブルで、ダブルダブル、これ渡り、これ渡りだからね、これ渡り。ここまでのダブルとここ渡り。で、こっちブラック B の、B の、これ2芯しかないからね。あ、3芯もあるな。ここが B で、で、これ渡りの B で、で、これダブル B なんで、ここはもう R。で、こいつも R ということでね。はい。終了でございます。はい、じゃあ寸法いきましょう。寸法ね、VVF の 2.024 は150、300持てんのか。300も持てんの、マジで。あ、そうか、これが50いるからね。ここが50の寸法、150のジョイント100で、300。ぴったりやな。んで、三芯が650か。ややこしいな。じゃあ、こっちからいこうか。150なので、うわ、引っ掛けシーリングだからもう0で、150のジョイントの、250。これランプレなので、こっちは50取って、寸法150のジョイントで、300。300と250、550。550、100個余ったな。まあいいか。で、ここが三芯線で450やけど、上が100の寸法が150の100で350。はい。めっちゃ線余れへん、これ。550、ここで100余って、ここで100余って、うん、まあ、100余るけど、もうこっちはどっちかはもう長いままでいいし、
でこっちに余ったうちからこれあの渡り作らなかったからな、渡りね。はい、あそうか、だから100から渡り作って100から渡り作ってちょうどプラマイゼロやいうことですね。はい、じゃああとはね、リンスで決めていきましょうか。リンスここ中があるからね、中1個小2個だからもう簡単っすね。これ 2.0 で 1.0 だからここは小で、引っかかるのがどれだ、1.6 だから、小か。ここは 2.0 の 1.6 なんでここは中ということでね、ここだけ要注意ということでね。はい、以上でございます。ということでね、簡単なんでね、簡単なんで、一番簡単、これ施工も簡単だから、まあ、パパパッと終わるから、これ10番はね。10番25分ぐらいで終わるから、ということでね。まあ、せいぜい頑張ってくれたまえ。ね、今日ジャグラー勝ちましたけどね、12月なんでね、ジャグラー行かない方がいいですよ。もうベタピンなんでね、ジャグラーとかパチンコとか行かない方がいいです。ということでね、ありがとうございました。